皆さんこんばんは。今日はね、クソガキコランの隊員を募集するよ。入隊条件を言うよ。丸一、声変わりをしてない小学生。これは絶対ですね。声変わりをしてたら、喉チンコをぶった切ります。はーい。はい、丸に、動画を超盛り上げたい人。もうこれはですね、一番大事かも。いや、声変わりが一番大事だけど、まあ、丸にもね、かなり重要で、まあね、ただね、ハイグレさんとプレイしたいとかね、弾をぶっ殺したいとかね、そういう気持ちも大事なんだけど、やっぱりクソガキクランで活動するときは、ね、動画を撮ってるんで、やっぱりね、動画として面白くね、盛り上げたいんですよ。やっぱ見てる人も気持ちよく、やってる人も気持ちよくっていうね、考えをもとにやっていくんで、絶対条件ですね。丸一、丸二、絶対守ってください。そして丸三、これも大事ですね。宿題をちゃんとやっていて、そして、君のお母さんをちゃんと紹介してくれる人。いや、これも大事ですね。やっぱね、やっぱ塾女愛好会として、お母さんも食べちゃいたいと、もっともっと塾女のコミュニティを広げようと、そういう所存でございます。はい。丸一、丸二、丸三とね、まあ、丸一、丸二がね、ちゃんと守れてればいいです。はい。これは絶対条件ですね。で、次がですね、応募方法でございます。フレンド申請をしてほしいんですけども、自己紹介もお願いします。今僕は何歳で、小学何年生で、みたいな、頑張りますみたいな感じの、ヒントも3つありますとかね。いや、そういう自己紹介をお願いします。そして、丸二、これめちゃめちゃ大事です。ボイスメッセージで自分の声を送る。はい、これはパーとか、発狂しないでちゃんと声が聞き取れるようにお願いします。何喋ってもいいです。自己紹介をここで喋ってもいいですし、はい、とにかくこれは大事なので、絶対条件です。そして、丸さん、絶対にお母さんのお手伝いをしてから応募してね。じゃないと、てめえのチンコぶったやるぞ。はい、そしてここからも重要ですよ。ゲームによって、送る、フレンドを送るアカウントが違います。はい、まずその1、グランドセフトオートの場合、グランドセフトオートも盛り上げていきたいんで、ぜひですね、小学生の声変わりしてない皆さん、はい、ぜひこちらにもフレンド登録送ってください。クソガキ、ハイフン、ハイフンっていうのは棒ね、クソガキ棒、GTA です。はい。クソガキ棒 GTA に、GTA のクソガキクランに入りたい人はぜひ送ってください。じゃねえとぶっ殺すぞっていう、はい、感じで。はい、次がですね、クソガキ FPS 部門ですね。クソガキの、主に COD と、あとは、レインボーシックスシージ。これも結構やるからね。これも持ってる人と、あとバトルフィールド1ですね。まあ、これはあんまやんないかな。はい、どれか一つでも持ってればいいです。はい。はい、これが最後ですね。最後はマインクラフト用のアカウントです。これ今まで使ってたクソガキクランのアカウントなんだけど、このクソガキ腐ってアカウントは、これからはマインクラフト用のアカウントになります。はい、ぜひですね、クソガキクランで、クソガキの小学生で声変わりしねえバカ野郎は、このクソガキ草というアカウントに、送ってください。皆さん安心してください。今ね、お兄さんね、ちょっと口悪いかもしんないんだけど、ゲームになるともっと口悪くなるんでね。はーい、もうどんどん皆さんでクソガキクランを盛り上げていきましょう。それでは皆さん、よろしくお願いします。ぜひね、クソガキクランの動画を盛り上げていきましょう。みんなで楽しく、レッツクソガキで、クソみてえな大人たちを狩り尽くせ、殺す。